はい、ダイヤランド出ます。日付か深夜日付変わって、あ、雪まだ降っとるな。0時58分かな。日曜日から月曜日になって、月曜日になって58分経ちました。雪、あ、壁についたね、雪。天気予報では今日の月曜日ね、晴れか雪で、明日の火曜日が雪なんですよね。でこれさ、まあ、ちゃんと降ってくれればいいけど、これどうかな、まあ、多分ちょっと色がつくだけだろうな。はい、ということで、ノーカットでね、路面をね、ダイヤランドの奥美のスキー場の路面を映していこうと思います。まずね、この雪が積もらない限りはね、奥美の高瀬ダイナー、和紙、ホワイトピアのウィングも名宝もそうかな、あともう一個、キッシンさんがおるスキー場なんていう名前だっけ、あそこの名前、スキー場の名前ほんと覚えれんな俺。まあ、峠はね、雪はついてません。いつも今のところしてないね。でさ、この雪何なんだろう。天気予報にない雪なんだけどさ、天気予報にない雪ってさ、ちゃんと降らないよね。まあこれがこのまま朝まで続けば積もるんかな。ただね、ベタ雪なんですよこれ。水分含んどるんですよ。さっきも動画にアップしたけど。で、この路面に ついてからさ、溶け取るじゃん、こういう縁っこの草に、草はね、草は気温が、低いのかどうか知らないけど、ちゃんと積もっとるけど、アスファルトには積もらんね。まあ一応ね、スタッドレス履いて、来たらいいんじゃないでしょうか。まあ気温が高いんですよ、なんせ。明日までベタ雪だね、多分。で、ちょっとね、まあ、今日より気温低いけど、明日はね、明日じゃない、今日か、月曜日。まあ、それでも、あ、ここうっすら、なんか、あれ？さっきの、あ、やったぜ。さっきの道路とここの道路 何が違うの？あ、分かったぞ。こっから公道なのか？違うな。ここでまた雪がなくなってるじゃん。風の影響か。風向きかなんかか。いやでもさ、せっかくさ、横浜タイヤのスタッドレスが今初めてあれだぞ。雪を噛み締めとると。ちょっと後ろおらんでさ、バックしてさ、この雪のさ、タイヤの形をご覧ください。あ、見えます。踏んでも右側がね、黒い。右側が積雪2ミリぐらいだな。で左側踏んでも白いまんまじゃん。左側が積雪4ミリぐらいかな。まあ、ひょっとしたら積もるね、多少は。で、この雪がさ、いつまで、続くのかによるよね。さあ、今日はオール、下道で帰ります。節約のために。で、今日が高砂パークばっかり撮ってきました。動画アップしたんで見てください。で、昨日が高砂ダイナー撮りました。あ、違うわ。今日はナイターで、ナイターも滑ったんだ。動画アップしたんで見てください。で次回来るのは、予定としては水曜日か木曜日さ、祭日か祝日だったじゃないですか。その時に、来ます。はい、予定としてはちょっとバッチですとね、スキーの1級さ狙ってるんで、練習のためにで、ちょっと雨降ってたらもうやめようかなね、って思ってます。は
光地が面白いし、レポートしたいしね。あ、ちゃんと積もってますね。あ、ほんでね、今の駐車場の空き状況ね、これさ、まあいいや。駐車場の空き状況ね、今日の月曜日朝になっ、月曜日に滑るつもりの人がいるんだろうけど、2階がね、日中の2階が、20台ぐらい。で、ちらっと見たけどね、1階もね、多分20台ぐらいとか、3階はね、あんまり、まあさ、多分10台ぐらいじゃないかな。まあ、そのオール 50台ぐらいかな。で、ってことは、100人ぐらいか。あのね、月曜日にしては多いですよ。なもんで、もうここのとこ土曜、日曜と、雨だったじゃん。で、フラストレーションが溜まってんだろうね、多分ね。だから、土日滑れんかった代わりに、月曜日、来るぞっていうことが、そういうことができる人が、まあ、10台ぐらい、おったと思うんだね。10台じゃないか。50台ぐらいか。で、その、俺なんて言った？100台か。100台ぐらい動いていたか。で、その半分は、もともとこういう時期、パターンじゃなくてもね、もともと月曜日は、まあ、全部で50台ぐらいね、車中泊がおったんですよ。でも今日は100台ぐらいか。だから、その、いつもの倍ごろね。だからやっぱ土日が雨だったっていうのと、あと、まあ、その、このまま雪がね、積もらなければ、このままさ、クローズアウト、4月もまで持たんだろうなっていうのをみんな思ったんじゃない？で、パーク系がすごい充実してるんで、高須もダイナも。すごく、いいんですよ。もう、動画アップしたんでぜひ見てほしいんですけど、高須のね、ハーフタッパイプ、ハーフパイプ、レギュラーパイプ、ハーフパイプ、スーパーパイプね。で、その他もろもろの。で、ダイナもね、テレインパークも、ちゃんと、もう完成しとるし、ライターもね、ライトパークか、ステップアップパークで、昼まで行く。あと、後部、バンクス、あと、パイプね、ダイナのハーフパイプっぽいところが、まあ、なかなかね充実してるんですよ。ただもう積雪がね足りないから、そこだけが問題なんですよね。ここまで降りてきても雪だな。まあその下町まで降りてもね雪だったらなかなかいいんじゃない。156号線か、あそこまで降りても雪だったらいいんじゃない。で、通り道にちょっとあそこのねウィングの入り口付近を素通りするけど、そこもでもだから郡上市と、あと白鳥町か、あそこでも雨じゃなくて雪だったらなかなかいいんじゃない。まあ、これはね多分、まあ、どうだろうな、夜通し降ってもあんまり積もらんと思うけど、まあ、一応ねスタッドレスの方がいいっすよ。雪はねあんまり滑らないっすよ。まあ今日は昨日より気温低いから、あのね、ボサボサ雪に雨が染み込んで、なおかつ気温が高いって、そういうのね、ほんと滑らないんですよ。ほんとに。それがね、そのまま気温が下がれば、そういう雪質でも、そのまま気温が低い、下がれば、滑るんですけど、だ今日のね雪質はガリガリなんだけどボロボロと崩れると、エッジで崩れて削りカスがたまるっていうね、そんな感じのゲレンデになると思いますよ。
その上にうっすらと新雪がね積もっとるけど、まあそのみんな削って削りかすと新雪が混ざったようなね、まあなんそういう深雪っていうのは削りかすの深雪、そういう斜面になるんじゃないかな。だからカービングはねやりづらいと思いますよ。グラトリもそんなあんまりなんていうかな、グラトリ俺できないからわからないですけど、こけたら痛くないけど、そのパーンってこう蹴ってさ上に飛び上がるんでしょ、それがあまり蹴るさ蹴りづらいと思うんですよ、ボサボサの削りカスだらけだから。3月が寒いとかそういうのを聞いたことないけどさ、